こちらですね、せせりが来ました。山寺ね、せせり好きなんですよ。タレと塩とポン酢があるんですけど、タレにしました。うわ、このタレの照りがいいやん。これちょ、いただきますわ。めっちゃいい照りでしょ。せせりいただきますわ。うまっ。はい、山寺です。今日はですね、千林に来ております。千林ね、フィールドさん、居酒屋フィールドさんなんですけど、以前ね、お邪魔させていただいたんですけども、今日は再訪問ですわ。前回ね、すごくね、お気に入りになったんで、2回目ということでね、今からフィールドさんで食べ飲みしてみたいと思います。今から行きます。はい、今ですね、居酒屋フィールドさんに来ました。まずはですね、生ビールで乾杯したいと思います。皆さんお疲れ様です。乾杯。はい、あてはですね、とりあえずですね、エッグバーガーっていうのをね、ちょっといただきたいと思うんですよ。これとビールって合うじゃないですか、なかなかね。ここはこういうね、ハンバーガー系とか、あとね、一品料理とかね、いろいろ充実してるんですよね。ちょっとね、お腹空いてるんで、まずはこのちょっとね、ハンバーガーですね。エッグバーガー、かなりボリュームあるんですよね。これ見てもらうと分かると思うんですけども、こちらからちょっとね、いただきながらビール飲みたいと思います。うまそうやで、これ。はい、うまそうやわ。うまっ。トンテキエッグバーガーですね。これね、お肉が柔らかい。うまっ。で、ビール。うまっ。このハンバーガーとビールってね、相性抜群やわ。あいつね、焼酎にしようかなと思ってるけど、さすがにちょっと焼酎はと思ってね、ハンバーガーにしましたよ。うまっ。トンテキエッグバーガーね、一回食べてほしいですわ。うまっ。ソースがね、またね、美味しいわ。ちょっとね、なんか甘辛ソースで、はい、2杯目ですけど、2杯目は、二階堂の水割りにいたしました。でね、ここいいのはね、ドリンクがね、オール390円なんですよ。すごいお得ですよ。オール390円、ソフトドリンクも、ね、アルコール類も全部390円。ね、ちょっとだけ一部だけちょっと違うやつもあるんですけども、でもほとんど390円となっております。ありがとうございます。これ豚キムチなんですね。はい、ありがとうございます。すいません、うまそうや。はい、こちらですね、豚キムチが出来上がってきました。やっぱりね、別品のママさんにね、作っていただく豚キムチって絶対もうそれだけで美味しいと思いますよね。いただきます。うまそう、出来たてほやほやです。キムチがね、ピリ辛で、うまっ。これはうまいっすわ。最高。
こちらのお店は営業時間がですね、夕方5時からオープンしてます。で、定休日がね、日曜日ということで、まあ、平日は空いてるんでね、まあ、5時ぐらいちょうど会社ね、仕事帰りにちょうどいいんじゃないかなと。人ね、一人酒もできますし、まあ、グループでも飲めますけどもね、何よりも飲み物がね、オール390円っていうのはすごく嬉しいですよね。値上がりの時代なんでね。はい、こちらですね、梅きゅうりが来ました。このね、梅ときゅうり合いますよね。ちょっといただきます。また焼酎に合うんですよね。うまっ。こちらの梅きゅうりは梅干しをね、多分ね、1個ね、こうちゃんとこう潰したやつで、作ってるという感じです。おそらく手作りでやってると思います。うまい。焼酎に合います。ああ、うまいわこれね。お酒なんぼでも進むわ。3杯目のこれは麦焼酎、麦焼酎は2杯目ですけどね。うまっ。梅きゅうりと合いますわこれ。めちゃくちゃ合う。最高。こちらですね、せせりが来ました。山寺ね、せせり好きなんですよ。タレと塩とポン酢があるんですけど、タレにしました。うわっ、このタレの照りがいいやん。これちょ、いただきますわ。めっちゃいい照りでしょ。せせりいただきますわ。うまっ。あ、すっごい美味しい。うまっ。柔らかくて美味しい。せせりの食感もあるしね。うわ、これちょっと癖になるやつでは。これうまっ。美味しいお酒飲みながらね、あてを食べながら飲んでおりますわ。なんかいいですね。たまにこうやってほのぼのね、飲むお酒っていうのは癒されます。自分の中でも落ち着いてね、仕事終わってからですよ。今日仕事帰りでね、ちょっと寄りましたけどね。いいわ。はい、今日はですね、フィールドさんで飲み試しましたけど、すごくね、落ち着いて飲めるお店でね、ここはめちゃくちゃ良かったです。今日は外がね、大雨降ってるんで、中でエンディング撮りますけども、すごく良かったです。皆さんもしよかったらね、フィールドさん、京阪電車ね、千林駅降りて、あと歩いて3分ぐらいですかね、のところにありますので、来てみてください。ということで、いつも山寺の YouTube を見ていただいているリスナーの方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンいただくと頭励みになりますので、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。